最後に大きなお楽しみがございますよね。今回の特別賞、前回好評につきもう一度やりましたゾロ目チャレンジ。前回10人以上ゾロ目出たんですよ。そうなんですよ。で、最終的にですね、000で揃った人が2人いて、それ以外の人も8人9人ぐらいいて、でもうなんかどうしようぐらいになってたんです。こんなに出る予定じゃなかったのにと。で、今回はですね、きっとたくさん出るだろうからでいろいろ考えていたら、なんと3人しか出なかったんです。1日それでもですね、100分の1の確率をですね、見事に引き当てました。3名の皆さん、それではご紹介をいたしますので、表彰台前にお出ましください。まず一番最初に出しました SS クラスカーナンバー24番伊賀選手、どうぞ前の方へお越しください。はい、伊賀さん、おめでとうございます。続きましてノービスクラスカーナンバー5番春日選手、前の方へお越しください。なんとスポンサーさん自分で設定して自分でゾロ目を取りました。そしてマイクロマックスクラスカーナンバー7番田崎修馬選手、はい、決勝でね取りました。それから以降一人も出なかったんです。なんといろいろムラがあるもんですが、さあこの3名で今回の商品をじゃんけんしていただきますが、今日の商品はですね、朝にもご紹介いたしました、はい、あちらで仁保さんが持ってます沖縄旅行2泊3日ペアご招待、イエーイ。ビジネスホテルではございません。出発日も選べます。はい、このあたりはしっかりとした沖縄旅行を楽しみいただきます。で、その横のシートは何、シートは何、これもあり、これはじゃんけん2位の人とかにあげる感じですか。そうです、はい、さあそうですという答えが返ってまいりましたので、じゃあ3人中2人が、特別賞ゲットということになりますね。春日さん、じゃんけんします、します、します。今日は春日さんもじゃんけんする。なぜか言いましょうか、皆さん、春日さんは決勝のローリングでなんとパンクが判明して、今日まともにレースすることができなかったんです。非常に残念ということで、せめてこれぐらいはいい思いもしてもらわないとね。では勝ちに行ってくださいね。さあ、その今日あまり持ってなかった春日さんが勝つのか負けるのか、持ってる2人が勝つのか、さあ行っていただきましょう。それではですね、3人でじゃんけんをしていただきます。1位が沖縄旅行、2位がシートということになっております。頑張ってください。ちなみに意気込みを一言。頑張ります。沖縄は好きですか。誰と行こうとか考えてますか。いや、親にあげます。親にあげる、偉い、えらい、こういう、泣いてる、泣いている、泣いています、前で。親御さんですか。ああ、嬉しいですよね、そんな言ってもらったらね。田崎君は、何がいい、旅行がいい、シートがいい、どっちでもいい。どっちでもいい。旅行誰と行こう。お父さんとお母さん。お母さんね、お父さんとお母さんと僕も行くんだよね、当然ね。はい、それは足してもらおうね。はい。さあ春日さん、ここは一発勝っときましょう。最後ぜひ、はい、はい、ね、ここはもう忖度なしで行っていただきたいと思います。さあそれでは行きますよ。最初はグーで行きますからね、よろしくお願いします。では特別賞争奪じゃんけん、せーの、最初はグー、じゃんけん、はい。おー、3人とも違うのが出ましたよ。もう一回最初はグーから行きますからね、行きます、せーの、最初はグー、じゃんけん、はい。あー、伊賀、伊賀優勝、沖縄旅行2泊3日ペアご招待が贈られます。おめでとうございます。親孝行なことは言ってみるもんです。これで家に帰ってやっぱり俺が行くわと言ったって誰にも分かりませんから、自分の中で考えておいてください。で、あれ、春日さんいいの、いいの、はい、シートは田崎修馬選手に贈られます。おめでとうございます。はい、じゃあ2人並んで改めて、はい、春日さんプレゼンターと一緒にね、にっこり笑ってください。なんと今回のゾロ目を踏んだのは3人、いろいろあるもんです。またね、次回に向けていろんな企画も考えていきたいと思いますので、また頑張ってください。今回のウィナー、お二方にどうぞ大きな拍手をお送りください。おめでとうございます。